おはようございます。2023年1月12日1月11日佐藤修一ライブでございます。間違えました、すいません。1月11日でございます。新自由主義がね、なぜ日本で未だ根強いかという問題ですよね。他の欧米諸国ではね、かなりもう新自由主義に対する修正がかかってきているのにね、日本はまあね、岸田さんもね、新自由主義を卒業すると、脱却すると言いながらね、結局できていないという状況がありますよね。なんでこういうことになっているかということですけれどもね、実はですね、日本の方が新自由主義の震源地だったという考えもこれできるんじゃないかなと僕は思っています。だから、そもそもは日本の方が新自由主義の震源地。貿易戦争でね、欧米をね、ボコボコにしていた。そういう時代の日本ですよね。だから低い賃金でね、長時間労働で欧米をね、ボコボコにしてた時代あるんですよ。ね。それをね、真似をしたわけですよね。で、それをね、サッチャーやレーガンがね、優勢だったね、日本のね、にね、対抗しようとね、この真似したという可能性も僕はあると思ってます。では、労働者の権利を引き下げるという形でね。でね、一方でね、それはまたね、1980年代のね、中曽根、さんね、それは90年代橋本龍太郎さん、私の高校の先輩でもありますけどね。で、2000年代のね、小泉純一郎さん、悪名高き竹中平蔵さんも含めて、欧米でね、行われたね、改革をね、これ逆輸入したということで、すでにもう、00年代あたりはね、欧米でもすでに、時代遅れになりつつあったんですけどもね、もともとね、日本っていうのはね、欧米よりセーフティーネットが弱いわけですよね。企業主義ですよね。国家によるセーフティーネットかな。国家によるね、セーフティーネットはね、弱いと。ね、日本はね、企業によるそれになってたということですよね。身内、ね、企業の身内の、ね。で、そこにね、また新自由主義、ね、働かせ方の規制緩和を、ね、導入したからね、さらに悲惨なことになっちゃった。すなわちね、この30年ぐらいね、給料が上がらないという構図になっちゃったわけですよ。これはやっぱりね、改めていかないといけない、いうことですよね。だから、ね、日本はね、円高をね、仕掛けられたわけですよね。結局ね、貿易戦争で欧米をボコボコにした挙句に。で、その円高への対応がね、新自由主義という形にね、なってしまったわけでね。慣れの果てがやっぱりこういうね、給料が上がらない経済になったというふうにね、言えるというふうに思います。私、佐藤修一。本当に岸田総理の地元広島からね、新自由主義脱却するね、流れのね、先頭にね、立ってまいります。皆さんのお給料をね、引き上げる。そしてね、皆さんの負担を減らす。そういう方向でのね、財政出動をね、国にも求めていきますね。一方でね、本当ね、総理のね、暴走、ね、軍備倍増とかね、そのための増税とか、そういうことはね、しっかりね、やめさせていく。それから、消費税増税しながらね、子供の予算を増やすかもね、わけのわかんないことね、アクセルとね、ブレーキ、両陣踏む、ね、そういうこともね、しっかりね、含めて暴走をね、止める先頭に立ってまいります。そして、ね、応援メッセージ、推薦人、そして、官報のお願い、本当にね、皆さん、よろしくね、お願い申し上げます。本当ね、いろいろなね、ところ、本当にまだまだね、お金がね、正直言って足りません。ね、地盤、看板、カバンね、すべて、やっぱ選挙に必要、最低限必要ですけど、特にカバンが本当にね、最も不安です。そして、よろしく、お願い申し上げまして、そして、今日はね、これから、大町駅の方でね、お会いしましょう。それではね、失礼いたします。行ってまいります。